明星和楽2018を締めくくる最終セッションは福岡市長の高島宗一郎氏が登壇します。また今話題沸騰中のゆうこすこと菅本ゆうこ様や福岡発のスタートアップとして存在感を示す GMO ぺこぱ代表の佐藤健太郎様が登壇します。スタートアップかける次世代、これからの福岡と題しまして、これからの福岡についていろんな角度からフリートークを展開します。それでは皆様よろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いします。拍手。明星和楽2018年ついに最終セッションとなりました。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。明星和楽2018年、今回はですね、実は先週にアジア美術館にて5日間グループ展を行ってまして、で今回クライマックスとなる2日間をして、この後アフターパーティーがあるだけっていうような状況になってます。で、MC からもあったんですけども、今年はですね、僕が実行委員長を引き継ぐ形で、若い人の巻き込みっていうところで大きいテーマ融合っていう形でですね、やらせてもらってました。なので今回はですね、特別ゲストにゆうこさんをお迎えして、いろいろ今後の福岡について語っていきたいなと思います。よろしくお願いします。そしたら、最初に簡単に自己紹介からいいですか。はい、GMO ペコの社長をしてます佐藤と申します。よろしくお願いします。我々の会社はですね、2003年に福岡で創業した会社でして、今ですね、スタッフの数でいうと350人ぐらいで、本社は東京なんですけど、今、東京と福岡の2拠点体制でやっている会社です。俗に言うそのスタートアップ的なものっていうのは数年代からやってきまして、我々今上場してるんですけども、本当に福岡の中で今すごいスタートアップがどんどん出てきてますけど、その中で言うとだいぶ先輩、もう本当中堅ベンチャー企業みたいな感じなんですけども、そういう会社をやってるネット系の会社でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高島と申します。福岡で視聴してます。そうね、結構持って話すのが得意なんで、みんなをちょっとその気にさせてアジテーションは得意なんですけど、やっぱりそのなんていうのかな、いや手作で結局みんな幸せにならないんだよね。例えば10万円配ったらみんな喜ぶけど、多分半年後にはさ、もう次の欲しいものが出てきたりとか不満が出てくるんだよね。だから何か施策でみんなを変えていこうと思ってない、そうじゃなくて空気を変えるっていうのがリーダーにとって一番大事な仕事だと思っていて、だから福岡も空気が変わっていくっていうことが一番大事なんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京から来てもらって、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは、ゆうこすと申します。ですね、6年前、7年前に、ここ福岡の HKT48 というグループに入っていたんですが、辞めた後に、人気なくなりまして、ツイッターフォロワー数3万人、4万人いるのに、ファンイベント開催したら3人しか来ないという、ちょっとやばい状況になっちゃったので、東京に行ってから SNS を使って、自分の好きなことだけを発信して、好きなことを仕事にしようと、決めて、今は100万人を超えて、フォロワー数100万人を超えて、マジです。100万超えてます。です。すごいね。はい、今 YouTube、Instagram、Twitter 等いろいろやらせてもらってるんですが、モテクリエイターという職業を作り、株式会社コスというもう自己主張満載な会社を、はい、作りました。というわけで、今回は融合ですね。はい、大きいテーマが融合ってことです。はい、ちょっと今回の一緒にお話させていただく方々をこうパッて見て、どう考えてもゆうこすアウェイじゃないかみたいなあの風に思われるかもしれませんが、融合ということでゆうこすしか話せないようなことを話していけたらなと思っています。で、今回あれですよね、写真 OK なんですよね。すごいですね。あ、 OK です、 OK です。あ、全然、はい、写真でもインスタのストーリーでもハッシュタグバンバン上げてください。ハッシュタグ明星和楽で、はい、ゆうこすが可愛かったとつぶやいていただけたら、そういうやり方。俺さ、はい、インスタもさ、フォロワーが全然増えなくて、なんでかなって思ってて。私最近インスタの講演会もらってもらってんで、よかったらそれは何が悪いんだと思う。これ、いや、Facebook の数とか、Twitter のフォロワーの数と、インスタの数が全然違うんよ。いや、
でも今の時代はインスタですよ。はい、マジか、はい、時代はインスタです。マジか、ちょっとじゃあお願いはい、改めまして僕もですね、今明星和楽の実行委員長をしてます。先週大学を卒業して、4月からもですね福岡で、活動しようと思ってます。松口健二と言います。松健でぜひ覚えてください。よろしくお願いします。そしたら、今日大きく3つ話していきたいなと思ってるんですけども、1つ目明星和楽2018計7日間やったんですけども、お三方のなんか感想とか、なんかこれまでずっと関わってきた方もいますし、初めてのゆうこさんもいると思うんですけど、どうだったですかっていうのをちょっと聞いていきたいなと思います。じゃあまたこれゆうこさんからいいですか。はい、すみません、私はまだここに到着して時間2時間前なん でまださっきわーっと回ったんですが全部は見えてないんですが、はいはいはい、ただすごくくっそーって思いました。すっごーって思いましたっていうのが、だってみんなスタッフさん、今のところお会いしたスタッフさんが皆さん同い年だったんです。そうですね、学生も多いですね。はい、で、いやすごいなと思いました。こんなにパワーあふれて盛り上がったイベントを同い年の人たちがやってんだと思って、なんか言うことも負けてられないなっていうふうに思いましたね。ありがとうございます。市長とかどうですか、佐藤健さんからでもいいですけど。じゃあいいですか。はい、お願いします。自分はペボっていう立場で結構一番最初からスポンサーさせていただいてたんですけど、ありがとうございます。一番最初にやっぱし人いらっしゃらなくて、自分をビラ配ってたんですね。そのぐらいやってたんですけど、わっとなんか若い人とか世代がこうどんどん入れ替わってきてくれて、なんかやっとなんかそれっぽいこうイベントになってきたなってすごい今感じてます。今年8回目を迎えますけど、いやよかった、若い感じがすごいってよかったなって。ありがとうございます。ね、はい、さっきね、はい、この上でさ学生たちと一緒にセッションしてた。何人、実はクローズドで学生20人対市長みたいな、セッション実はやった。その学生さんも何人か今います、うん、はい、でさ、その時最後の質問でその永遠の話になって、永遠とはつなぎ続けることっていうね、つなぐことっていうような話をちょっとしてたんやけど、要するに今回大事なのは世代交代っていうことがすごい大事で、そのこれがやっぱりずっと続いていくためには、これやっぱりそのやっぱりどんどんやっていく人も、同じタイトルで続いてるけども、やってる人がどんどんやっぱ新しい人が入ってくる、新しい刺激が入ってくる、新陳代謝していくっていうことはすごい大事で、やっぱりその前始めた人たちも30イケイケの時代にスタートして、それでやっぱ今新しいまた世代になってるっていうことがすごい大事で、だからこの起業するっていうことはもう決してブームで終わらせるわけにはいかないものだから、やっぱりこういうその新しい価値を生むって楽しい、でクリエイティブ楽しいぜっていうようなことをなんか次につないでいくためにも、そういう意味ではなんかこうほら今新しい世代をどんどんこう巻き込んでいくっていうことが、実際にこれいい感じでつながってきてるなっていうのを感じる回でした。ありがとうございます。まあ実際はですね、完全に変わったわけじゃなくて、前の世代の人たちというか、そこを融合しながらやってるって意味合いでテーマを融合って置いてやってるので、もちろん若い人もやってるけど、大人の人たちも一緒にやってるっていう風なですね体制で今。ねえねえ、大人ってあんたいくつで大人って言ってんの？誰、何歳以上さしても大人って言ってんの？その層区切ってんの？35 さ、韓国のクラブに行ったら入れんやったよ、はい、俺さ、いやちょっと若く見えるかもしれないけど、さすがに18超えてますよって言ったらリミットがあるんだよね。知ってる？知らない。ソウルのクラブって36くらいまでしか入れないの。いい線言ってた。なんでなんですか。それ以上はもうおじさん俺すっげえショックで、悲しい、 Sorry とか言われてまあそんな形ですね。明星和楽2018は、やらせてもらって、大人の人たちと僕ら学生を中心とした若い人たちで、そうです、実は僕顔おっさんなんですけど、実は同い年94年世代みたいな感じで、ちなみに94年世代以下みたいな人手挙げてもらっていいですか。結構いい感じで、いい感じで
まあ、そんな感じでですね、明星ラック2018やってきて、朝はもうアフターパーティーを残すのみという形になってきました。で、さっき、まあ、ゆうこすさんと同じ世代って言ったんですけども、まあ、僕らがこう次世代っていう言葉を使うと、次世代から見たこう福岡で、どんな街に今後したいかなとか、まあ、今後じゃなくても今どう思うのかなみたいなところをちょっと次はですねお話ししていきたいなと、思ってます。ちょっとゆうこすさんにお聞きしたいんですけど、今福岡に対して感じてることとか考えてることとか、福岡って今こういう街だなみたいなのってちょっとあったりしますか？福岡ですか？はい、もともと福岡で活動されてて、はい、今東京で活動してるっていう流れに含まれて。あ、そうですね。でも私福岡には月に1回帰ってくるか2ヶ月に1回帰ってくるかぐらいなんですけど、帰ってくるたんびに何かが、まあ、東京もねこう変わっていくの早いんですけど、福岡最近めっちゃ変わってますよね、街並みとか、空港が変わってるからそう思うのかな、空港めっちゃ変わってますよね。帰ってくるたびに綺麗になってるし、しかも福岡もちょっとセンスいいなってめっちゃ思うんですよね。なんかどういったところが？いや、もうなんですかね、デザインとか、デザインとかインテリアっておっしゃる、いいって言っちゃいましたけど、そう、見た目とかもすごいおしゃれだし、あとなんかやってるサービスとかもそうですし、この学校に来て思ったのが、こんな最初学校って学校みたいな思ったんですけど、中入ってわめっちゃおしゃれやんと思ったし、なんかすっごいおしゃれな人多いなっていうふうに思ってるんですよ。おしゃれなサービスとかおしゃれな食べ物とかすっごい多いんで。おしゃれな人が多いっていう意見を高島市長感じてます？まあね、でもまあおしゃれな人、まあ、それはこの前発表した森トラストじゃなくて森何はともあれ天神エリアっていうのは実は世界でも最も商業施設が集積をしているっていうデータが出たの。つまり買い物が、ただ東京だとさ、じゃあそこ行ってなかったらこっち行ってって大変なのか、福岡で大体ここで全部分かるから、ここ巨大なマーケット巨大なショッピングモールって見立ててっていうような形で打ち出そうって言ってるように、やっぱり自分にフィットしたものっていうのをすごい選びやすいっていうのは前からあると思うんだけど、プラス今、まあ、ある意味こう地域が盛り上がってきてお客さんが入ってくるから、まあ、ペイできるようになってくるんで、そうするとやっぱりそのデザインとかにもお金かけられるし、だからそういう意味ではいい形で今なんかこうデザインっていうの力って実はすげえんだって。ただインスタ映えするっていうのもある意味デザインとかちゃんとしないとダメだし、だそういうのがすごく今こうムーブメントが動き出したなっていうのは感じますね。なるほど、ありがとうございます。佐藤健さんはさっき次世代が今台頭してきていいねって言ってくれましたけど、なんか次世代に対してこう感じてること考えてることとかあったりしますか？次世代っていう意味で言うと、例えば我々がスタートアップというかその会社始めた時って、福岡でその会社の情報を集めるのって結構難しかったんですね。2003年に始めたんですけど、やっぱそのネット系の情報って全部東京だったんですね。やっぱその今市長がすごい頑張っていらっしゃって、そのスタートアップどんどん増えてきて、お金も集まってるし人も集まってきていて、すごいその会社始められる土壌もできている。で、あとその、まあ、ゆうこさんみたいにネットで情報発信できるっていう土壌も出来上がってて、起業するっていう表現もあるし、ネットで何かするっていう表現もあって、その表現しやすくなった土壌ってすごいあるから、なんか何もしない意味ないよっていうか、全然できる。まあそうして本当に明星ワークみたいに若い人たちがどんどん活躍できるような風景できてある。で、そういった中でなんかいろんなことできるから、すごい良い状況になってきてるなっていうのは感じますね。なるほど。これ明星和楽のそもそも最初こう始めたチーム、村淳とか下さんとかね、みんなライブとかいるけれども、そういうメンバーとも話してるけど、今日はテーマ融合っていうテーマだけど、融合っていうテーマと明星和楽で話すと、ある意味こう行政とその民間が一緒にやるって、大体官民っていうとダサくなるっていうのがまあ定番だったんだけれども、その自分たちはやっぱりその官民だからこそできるもう一つ上狙っていこうというところを考えていて、で明星和楽とは本当相当適当なこれイベントなんですよ。で、そういうすいません、ノリでそうそうそう乗り切ってます、はい、でもそういうところにこれ行政も一緒になって、で2012年だったかな、この明星和楽でスタートアップ都市宣言っていうのを太蔵さんと自分と小笠原さんとあとテックシティのトニーヒューズと一緒にここでしたっていうところが
今のスタートアップムーブメントなんかスタートになってたりするんで、そういうそのなんていうのかな、これは大学っていうか学、産学官民の敷居がすごく低くて交われるっていう、融合できるっていうのは一つの福岡の強みかなとは思う。なるほど。で僕は思うのはその政治家とか行政みたいなのに対してもともとそんないいイメージがないイメージがないイメージがない状態だったんですよ、ね、それマスコミの見過ぎやねまあでも それこそこう市長みたいなそうですよね こんな市長いるのかみたいな衝撃を今日初めてお会いしてびっくりしました。私勝手になんかすいません勝手なイメージなんですけど硬くて SNS の話とかしてもなんかはみたいな言いたい話を最初にされるなんて思ってもなかったですし、だから福岡一瞬で今も好きになる もっと好きになりました、うん、それ発信しよう100万人いるって言ってちょっと見方が変わったちょっとちょっと力をまあ、本当になんかそういう受け皿があるのも一種大事なんです。その若い人が活躍できる環境があるだけでも何も起こらなくて、そこに対するその受け皿がちゃんとあるし、それをこうやってくれる雰囲気みたいなのも多分福岡ってこうあるのかなみたいなのは、そういうことができてきたよね、はい、それでコミュニティも、まあ、ある意味一つだけじゃなくて、いろんなところでいろんなこうねコミュニティ のプレイヤーがいて、一番まあみんな自分にフィットするところですればいいし、まあ、一つここは核としてね、まあ、あるけれども、なんかみんながそういうムードはできてきたっていうのはさらにこう背中を押してくれてるよね、まあ、ムードは本当に今あるなとこう、うんまあ、ゆうこさん雰囲気が盛り上がってるって感じてくれたみたいにあるのかなっていうふうなのがですね、すごく今思いますね福岡いいなはい、そしたらですね、まあ、ちょっと次に行きたいなと思うんですけども、まあ、今福岡今盛り上がってますっていう、こう話なんですけども、じゃあこう次今後、未来の福岡ってまあ未来の福岡についてちょっと語っていきたいなっていうことを思ってます。で、まあ、まずこれちょっと市長からですね、なんかビジョンというか今後の福岡についてこう考えていることを思っていることをちょっとお聞きしたいな、まあ、今日若い人もたくさんいるということですけどね、うん、2つの視点で話すと、でもこちら結構すぐ忘れるんで、はい、もし1つになるかもしれないけど、まず1つの視点は何かというと、じゃあ例えばさ、こう商店街がどんどん廃れていくから、例えばイオンとかさ、夢タウンみたいな大型ショッピングセンターの出店規制をしてくれみたいな話が行政に来る時代があったんだよね。今はでも、もうそこ飛び越えてアマゾンで買うわけじゃん、ね、で、そういうようにどんどんさ、そのテクノロジーの変化からダイレクトに消費者とかみんな感じられて、その恩恵を受けられる、サービスを受けられるようになってるから、すごいこうサービスの開発から実際の恩恵を受けるのがすごい短くなってるわけよ。それなのにオタクなんか売れません売れませんとか、商売大変ですよとか、なんかね、アベノミクスの効果回ってきませんとか言って、オタクの商品はいつから一緒ですかって言ったら20年前から一緒ですって売れるわけないっていう、要するに求められてる、求める価値観とか求めるサービスがどんどん変わってきてるのに、だからその今求められてるサービス出していかなかったら、そこは売れなくなってくるし、商売悪くなってくるし、雇用を減らさなきゃいけない、給料を減らさなきゃいけない。だから今求めているサービス何なのかっていうところにフィットするサービスを出し続けていく、変わり続けていくっていうことが大事になっていく。だからスタートアップ大事。でもそのスタートアップっていうのは、これまでなかったサービスや商品やテクノロジーっていうことは、これまでの法律とか規制が想定してなかったわけよ。だからどんなにこのピッチ大会ですげえこと言ったとしても、これ社会で、あ、でもすげえ携帯自分できるんですって言っても、作ろうと思っても、あ、電波出したらダメですって言ったらできないわけよ。だから福岡っていうのは特区を取ってるっていう、むちゃくちゃ大きな意味があって、特にスタートアップの場合は、普通は民間企業の邪魔を強制しなければいいけど、スタートアップだけはこれまでになかった価値観のものを作るわけだから、行政がそれに一緒に応援して、じゃあ規制を緩和していこうっていう応援側になってない都市で作ろうとって無理なの。だから福岡は強いの、そして一番スタートアップやりやすいっていうのが1点で、もう一つが何かというと、それはまたやっぱ何か忘れた。いつもこのパターンに聞いてる。
すげえって言ってたけど、いやいや、もう一つはだから福岡っていう都市規模で行くとね、はいはい、例えばそのロット数とかさ、今マジ中国行ったらビビるよ本当。もう各地がどん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 発展途上国って俺たちが思ってるところほど社会が未成熟な分、そこをテクノロジーでどんどん埋めてってるわけよ。だからもう一周遅れの先頭になってるわけよ彼ら。だから俺ら遅れてるっていう認識でまず行かなくちゃいけないのに、獣医師学部1個作るだけでもわーわーなるぐらい、国家戦略特区使わなきゃ学部1個作れないぐらい、社会ってガチガチで遊びないわけよね。でこんなんじゃ絶対いけなくて、じゃあ福岡どういうところで勝負していくかっていう都市で考えていったときに、じゃあそのロット数で勝とうって言ったら東京とか大阪とかその上海とかに勝てないわけ。じゃあどこで勝負するかっていうと、人でどうやって勝負するかっていうと、やっぱり先進性とかね、どこでもやってないこととか、そういうことを福岡がさっきのトップとかを使ってチャレンジをする、この福岡で実証実験をフルサポートしていくっていうことによって、ここで新しい価値が福岡から生まれてくるっていうような、よそにはできない先進性を持つことが他都市との差別化になるし、その一番にできるんだったら福岡に来ようっていうような優秀な人材を福岡が囲い込むことができるっていうのが、まあ、今自分が考えている都市戦略っていうかかな。知らなかったよ、もうすごい。今の今後の福岡のビジョン聞いてどうですか今。はい、はい、いや確実に今若い私たち、若い子っていうか私たち世代はちょうど狭間にいると思ってるんですよ。なんか今 SNS とかインターネットとかっていろんなことがいっぱい楽しいことが考え次第いろいろできるのに、なんかそれやっちゃいけないとか、なんか社会のルールかわかんないけど、なんか私就職したことないんでわかんないですけど、そういうのでダメとかやることがたくさんあって、なんでできないの、なんでがたくさん集まってる世代だと思うので、そこ福岡に来てできるんだったらめちゃくちゃ絶対集まりますよね、福岡にそういう人たちが集まるかなと僕も思って、僕も4月以降福岡残ろうかなと決めてるんで別にちなみに福岡いてくれてすげえ嬉しい、ありがとう。でもちなみに絶対出るなと言わなくて、やっぱり一旦外見て帰ってきた方、つまり自分が今どこの座標軸にいるっていうところはちゃんと常に補正しておかないと、福岡だけで世界を考えるのと、いろんなとこ見ていろんなとこ感じた中で福岡にいると、あ、福岡のここ強みとか、こういろんな座標軸が自分補正できるんで、まあ、こんなこと言ってくれる市長他にいないと思って、はい、ありがとうおります。どうですか、佐藤圭さん、市長のビジョンを聞いて。そうですね、はい、事業とサービスやってる側で言うと、やっぱし、ね、そのネットによってテクノロジーは進化したんだけど、法律とか価値観がまだ変わっていない領域って存在するんですよね。でそれは例えばそのエアビーみたいなものだったり、ウーバーみたいなもので、そのシェアリングエコノミーの部分でやっぱりそこって価値観とか法律が追いついていない部分を、市長は多分そこをすごいうまくやっていこうっていう部分があって、例えば我々ってミンネっていうサービスをやっていて、その職人さんが日本全国に行って、その人たちとその一般の人たちの CQC のマッチングをしてるんですけど、例えば食品衛生法とか PL 法とか、その作ってる人たちのそのやってる安全性みたいなものって、そのこの時代ってその評価できる経済だから分かってるんだけど、その法律でやっぱし何もできないみたいなのがあるんで、それは例えばそのトークだったりとかサンドボックスだったりとかでうまく解決できるようなことができるようになってくるってなると、我々として事業者としてはすごいありがたい状況になってきてるんで、そこはすごいうまく福岡の地の利を生かしたいなっていうのは思いますね。やっぱそういったスタートアップだったりベンチャーを今後応援していくっていうのは、そうです、そうです、もちろん。だって日本ってそのさ、リスクが1個でもあるんじゃなくて、リスクないものなんてなくって、でもその1個のリスクがあるかもしれないからといって何も動かないっていう、それよりもやってみせるっていうのが一番日本を早く変えていく方法で、ほら福岡もやってるからって言ったらみんな説明しやすいわけよ、他都市にしても他の人にしてもね。だからそういう役割が今福岡にはあるんだなっていうふうには思うし、まあ、逆になんか35以上はなんかおじさん世代って言われて、すごい根に持ってますよ。それはね、なんだけど、でもまあ、いいんやけど、俺もだってなった時は35、市長になった時35で、若い市長とかって言われてて、で、なんか大人、俺も子供、若いと思ってたから、大人とか、それなりの力を持った人がさ、こう言ってくれたらいいのに、こういうことなんで分かってくんねんだろうっていうふうに思ってたのが、
いつの間にか自分が今、まあ、市長になってこうやってやってるんで、だったらその時にやっぱりやってほしかったこととかをやろうって思うじゃないですか。どうですか、この超僕にアドバイスをしっかりしてくれる市長は、ゆうこさん、どうですか。今本当にただひたすらかっこいいとしか思ってないインスタで書いて、俺は100万人って聞いてから見方がめちゃくちゃ変わった。それ何回か、はい、お願いします。この人フォローした方がいいです。お願いします。まあこれからっていうところに対して、まあ、次ちょっとこう次世代側のこう福岡に対するこれからもっとこういう街になってほしいなみたいなこう意見をぶつけていきたいなというふうに思うんですけど、もっともっと福岡の街が良くなったりとか、僕らの世代的に楽しいなって街に思えるために、なんかこうもっとこうしたらいいんじゃないみたいなことをゆうこさんの中ではなんかあったりしますか。福岡の、そうですね、なんか韓国とかもたまにこう行かれてたりと思うんですけど、なんかユーコスがやってるサービス自体がもうちょっと聞いてみたいなと思って、どういうサービス今してるのかとか、うん、どうです、要するにアイドルやめて今どういうビジネスやったら、もう何から話そう。基本的には動画です。生配信もそうですし、動画で私は共感を集めてます。はい、共感をめちゃくちゃ集めてます。まずそのアイドル時代にどこに向かって歌ってるか、誰に何を届けてるか私はよく分かんなかったんですね。なるほど。でその時に SNS、 これから私らの時 SNS しかなかったんですけど、 SNS で人に愛される、フォロワーが増えたり仕事につなげられるような人って共感ポイントがある人だなと思ったので、私はモテるために生きてるっていうちょっとなんか賛否両論起こりそうなワードを使って動画で、YouTube でメイク動画を発信したり、あとは生配信で今こういうのがいいと思いますねなんてこう物を販売したり思いを語ったりとかふうにしています。マツケン見てる。インスタ毎日見てます。見てる。照れんなよ。ステーリーとか見てる。それさ、みんながそういうものって今上げたりとか同じようなしてるかもしれないけど、彼女は100万のフォロワーがつくっていう、その彼女は どこのポイントが素晴らしいっていうふうに毎日見て思ってる。超難しくないですかこれ。まあ僕もそのいろんなインスタのストーリーとか、多分若い世代ってみんな見てると思うんですけど、まあなんだろうな、さっきゆうこさんはこう共感を求めたいというか、それをこう意識してやってるっていうことだったんですけど、僕自身は全然そんなの感じずに見れてるっていうのが多分ゆうこさんのすごいところなのかなっていうのは今の話聞いて思ってて、すごいこう自然と見れるし、なんだろうな、そこに自分のこう全然時間を割いても惜しくないというか、そういったのをこう思わせてくれるような、ストーリーだったりとか投稿を上げてる人っていうのが多分フォロワーがつくんじゃないかなって僕は思ってて、そこにそのあんまり共感してくださいみたいなのが見えないっていうのがすごいなと思って、はい、見てます。やっぱり そういう感じの投稿も結構あったりするので、なんかそこは僕はこうフォロワーつかないんじゃないかなとか思ったりしてますけど、そんなことを本人の隣で言うの超恥ずかしいんですけど、いやいやいや。でも多分これからフォロワーが増えるのは完全に有限かどうかって情報があるかどうかだと思ってるので、情報を織り交ぜていく発信にしてプラス共感ポイントがあると絶対的にフォロワー増えるの。何かの専門家になって何かのそのインスタグラムのアカウントを作った時に、私は今雑誌の編集長になったって思って、なんか有限で意味があってなんか何かに特化している専門家みたいな人が絶対的に増えます。そう、なんか福岡でめっちゃ多い人がいるんですけど、美容師さんなんですよね。美容師さんの名前がつくまこさんだったかな、ちょっと名前今出てこないんですけど、美容師の方でずっとヘアアレンジをアップしてる人が今10万人以上いてとか、あとイラスト、福岡のイラストレーターですよとか、何かにこう特化してる人は、専門家みたいな人は絶対増えると思います。なるほど。共感っていう意味では多分そのサービスもそういう発信もそれこそ福岡みたいな都市みたいな部分でも一緒なのかなと思って今聞いてたんですけども、やっぱ共感みたいなポイントは市長自身とかもこういつも考えてやってるというか。そうね、共感はすごい確かに大事、すんなり聞けるかっていうのが大事ですよね。なんか
範囲がいっぱいちょっと散らかりすぎてあるんで、そうですね、ちょっと無駄に長くなりそうだから、パスをいたします。共感ですか？共感っていうか、なんかやっぱりその自分がやってるのって個人の自己表現をどんだけ増やしてあげるかっていうのをすごい意識してるサービス作ってるんですけど、その個人の人が自分でこういう表現をしたいってまず表に出してまず一歩出すことによらないと共感得られないんで、その結構くすぐってる人って何もしなくて何も始まらないみたいなことがあるんで、まずやってみるってすごい重要だと思うんですよね。やってきて何かが起こる化学反応があるかもしれないけれども、やってみるのはまずやらないといけなくて、それやらなくてその共感されないと思っちゃう人が多いんで、まずはやるってすごい重要だなと思いますよね。そういうまずやるで共感っていうところで話すと、テストマーケティングっていうね、これ要するに自分が出したサービスが共感されるのかどうかっていうところは、早く実験して修正するのかやめるのかの判断を早く、やっぱり時間が一番の付加価値なんで、一番中途半端にうまくいってないこともないけどだらだら続くのも一番良くないんで、福岡っていうのはそういう意味ではテストマーケティングにすごいふさわしいと思うし、福岡市としてもその実証実験をフルサポートで地域の調整から規制緩和から、金銭的な部分からっていうのをいろいろサポートするんで、とにかくや実験してみる。でこれ共感されるんだったら、これ要するに大きく急成長する可能性があるけれども、そうでもないんだったらどうしようかっていうようなところの判断を早くした方がいいのかなと思って、佐藤健さんの話だと、とにかく動かないといけないという話だと思うんですけど、そこに対する環境も今福岡市は整って、実証実験できる場所もあるっていう、昔から例えばインスタントラーメンだとか、いろんなもの新しく出すときって大体福岡でやるのよ。でここでうまくいくかいかないかって、そういうその分サンプルは大体福岡でテストマーケティングするっていうのは昔からこれはあります。なるほど、こういう情報を織り交ぜるってこと。違うみたいな。今後の福岡みたいなところで一個共感というですね、キーワードが出てきたと思うんですけど、ちょっと次応答ですね、1人か2人ぐらい行こうかなと思うんですけど、ちょっと真っ先に挙げた、ユーコスのプライベートに関する質問はすみません、してください。ユーコスの方しか見てなかったですからね。高島先生、はい、おー、先生、自分、まず自己紹介からすると、自分2000年生まれで、先週は永田町の方で議員に対して政策立案とかをやってきたんですけども、17です。セブンティーズバップですよ。自分はこの福岡市、聞いてます。自分はこの福岡省というか、この我が国の世界的地位の向上をやってきたくて、でそのためにはどうしても若い力が必要だと思うんですよね。でスタートアップだって若い力で盛り上がってるんで、その政治も若い力で、もちろん高島先生相当若いんで、もうすごく尊敬してるんですけども、そのためにその政治の枠替え入りをするためにはどうしても非選挙権年齢を引き下げるべきだと思ってて、で自分はこれからその高校生向けにイベントをやっていったりとかして、政治リテラシーの向上だったり、あと署名運動をやっていって、国会の方にどんどん提出していきたいなと思ってるんですけど、その被選挙権年齢に関して高島先生はどのように考えますか？はい、高島先生はですね、高島先生はこれも、いや賛成ですよ、賛成だし、投票しやすいようなネット投票とかね、含めて進めばいいなっていうふうに思ってるし、何しろ国って変えるのすっげえ時間かかるわけよ。なぜなら別に超頭いい人もそうでもない人でも一票は一票なんで、数集めなきゃいけないで大変なんよ。でも地方っていうのは首長が人事権と予算権持ってるから、やろうとはできるわけよ、規制緩和も含めてね。だから全国の首長を若くしていくっていうことは俺すっごい期待をしていて、首長変わったら地方は変わるよ。で日本ってじゃあ国会でね、道路交通法変えましょうと、例えばこれからパーソナルモビリティとか自動運転とかもなる中で道路交通法を変えましょうって時に、じゃあ鳥取の山奥も福岡市内も東京23区の中も北海道も同じ道路交通法なわけよ。俺なんかあんまりそれに対してあんまり興味が湧かなくて、それよりもそれぞれの地域地域で
どうあるべきかっていうことを具体的に一個ずつ作っていった方がやりがいあるなと思うんで、だから特に首長、地方の首長をどんどん若返らせていくっていうのはすごいこう日本を一番早く良くしていく方じゃないかなと自分も思ってます。なるほど、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。2000年生まれということで17歳の彼でした。はい、ありがとうございます。じゃあもう一個ぐらい行きたいな。あ、じゃあそこの彼を。あ、すいません、ゆうこすさんに質問なんですけども、はい、ありがとうございます。プライベートなの言ってねえしまだ。ゆうこすさんはモテクリエイターとして多分、まあ、女性の方はもちろん男性の方にも相当モテて、まあ、チヤホヤされて可愛いで、チヤホヤされてますけど、僕の話なんですけど、僕自身今20歳になって20歳で大学生してるんですけど、今まで一度も恋愛をしたことがなくて、彼女ができたことが一度もなくて、で僕はその今までその経験がないからこそ、なんていうんですかね、自分がこう積極的に女子にアピールしたりとか、こうデートに誘ったりとか、 LINE をしてみたりとか、そういうことができなくて、そういう人たちに対してゆうこすさんは女性から見てどう思われるのかと、そういう人たちにどうしたら、なんていうんですかね、こう一歩前に進めるのかっていうことを聞きたいです。はい、わかりました。あの、私はですね、まあ私とは多分全女性、まあ、全男性そうだと思うんですけど、何かに向かって頑張ってる人っていうのはすごく魅力的だしかっこいいなって思うので、なんか別に何だろう、恋愛しなきゃしなきゃじゃなくて、自分の例えば得意なこととか好きなこととか、今多分ここに来てくれて、ここに来てるってことは何かあるね、やりたいことがあると思うんですけど、それに向かって頑張っている、多分恋愛にもつながってくると思うし、自分の自信にもつながってくると思うので、し好きなことだけをガーって頑張ってると、価値観の近い人が待ってね、集まってくれるんで、恋愛も多分ね成功しやすくなると思いますよ。だから好きなこと頑張ってください。素晴らしい。今の質問に結構な質問よ。これだけの短時間でパサッとね返せるとやっぱさすが動画の世界よね。ありがとうございます。ちょっとじゃあゆうこすさんにそういう質問で一旦こう終わっちゃうわけなんですけども、まあ、今回3つ大きなテーマで話してきました。女性楽2018年どうでしたかっていうのと、まあ、次世代が考える福岡っていうのと、あと今後の福岡について話してきたんですけども、まあ、一旦女性楽もこの2018のですね、このセッションで締めということで、よかったらですね、一言ずつちょっといただきたいなと思うんですけど、佐藤健さんから。はい、はい、まあ、さっき言った通り、何でもできる状況になったので、みんなどん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 いろんな情報発信とか起業したりやった方がいいなっていうのと、あとすごい個人的より会社的な話ですけど、ここから効果で あと100人人を増やしたいなと思ってるんで、興味あったらうちのサイトを見てください。あと起業して何か一緒にできることだったら全然話するんで、ネバオの方に情報ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。先生、選挙に行こう、これがメッセージかな。俺のことはいいよ、別に俺は大丈夫だから。そうじゃなくて、基本的に行政だの政治だのっていうのはあんまり自分は近づかないようにしてるとか、あんまり興味ないっていう人もいるかもしれない。自分のビジネスをどう尖らせるかに興味があるっていう人もいるかもしれない。でもね、覚えててほしいのは、要するに物事は正しい方に修練されると思ったら大間違いだぞってことだけは今日覚えてほしいよね。正しい方に、いいサービスに修練されていく、こっちの方がより合理的で効率的だっていうものに修練されていかないのよ、それは。だってその今その合理的でないところで働いてる人もいるわけであって、じゃあ特にスタートアップなんていうのはこれまでなかった価値観を作っていくわけだから、さっき言ったように法とか規制とかこういうものがあるから、絶対スタートアップだけは政治と一緒になれなかったら絶対うまくいかないわけよ。スタートアップが間違いなく世の中を変えていく、雇用を作っていく、そして日本を成長に導いていく。でもそれは政治とタッグを組まない限り絶対できないんですよね。だからじゃあそういうタグ組もうって言ったって、基本的に政治家スタートアップを応援する人は相当少ないです。なぜならみんなはの、もしかすると周りの人は、例えば選挙事務所行ったことあるとか、多分ほとんどの人行ったことないと思うね。で
でも自分のビジネスは成功させたい。で一方イノベーションを起こせなくても選挙事務所にだけは来る人たちもいっぱいおるわけよ。ただやっぱりその社会を作るのは政治であって、そして新しいサービスとか商品を作るのは企業家なわけよ。だから社会をどうあるかっていうとも一緒に変えていかない限り、みんなが作ったすげえサービスとか商品とかビジネスは社会で使えなかったら意味がないわけよ。だからその社会を作る人も自分たちで作っていく、変えていくっていう風に頭を、まあ、切り替えていくと、まあ、最終的に一言で言えば選挙に行こうって話になって、それはすなわち自分たちのこういう社会でありたいっていう未来を自分たちで作る、ウェーブに乗るんじゃなくてウェーブ自体を俺たちが作る、デザインするっていう側に入ってほしいなっていうふうに思うから、決して政治とか教師と無縁ではないし、うん、それがメッセージです。以上です。ありがとうございます。私はあの福岡にいる時から SNS を始めて、で、まあ、今ちょっと東京に拠点を移したんですが、あの SNS のおかげでこう好きなことを仕事にできたり、まあ、お金の話になったらお金もちゃんと稼げるようになったし、あの夢が叶いつつあるので、あの SNS は先ほども SNS のことじゃないと思うんですけど、 SNS は特にどこでも今ここでもやってつぶやくだけでも、もう日本どこでも世界でもブラジルでも、地下は無理か地下は無理かなWi-Fi 的に無理でしたね。はい、あのどこでもできるので、たくさん発信して今思ってる思いとか、なんかいろんなことをあの発信してほしいなと、あの思ったんですけど、あの私はモテクリエイターって職業を作ったんですね。でそれ何それって、何やねんそれって言われることが多いんですけど、あのモテクリエイターじゃないけど、なんか何それって言われるような、なんか新しい仕事とか職業を今作れる時代だなと思ってるので、なんか突っ込みたくなるような職業とかを見てみたいなって思ってます。ありがとうございます。はい、ということで明星ライフ2018ですね、締めたいなと思うんですけども、実はですね、明星ライフ2018終わりって言ったんですけど、実はあの9月も開催が決まっております。来年度が9月にですね、まあ、会場また同じ福岡グロースネクストにいて、ちょっとテーマはですね、グローバルビジネスマッチングということで、いろんなですね、世界の都市のスタートアップだったりとか、投資家だったりをちょっとお呼びする形で、開催しようかなと思ってます。これまでもですね、福岡市さんと官民連携という形でやってきたんですけども、次回もですね、やらせていただきたいなと思います。ちょっと秘書の一言コメントお願いします。来てねもうね、言ってもまあそういうことやけど、ね、大体分かる、想像した範囲内のことしか多分今言わんけん、もう時間のことやけどもやめとくな。じゃあ9月も来てねということで、明星ライフ2018年3月、締めたいと思います。皆さんありがとうございました。テーマで彼が今今年から委員長入るけど、はい、すごいなと思うのは、外にね、ここの外から覗いてるような人たちがおるわけよ。こういう人たちが前の時代作って、本当だったらさ、一番前とかでも威張って見ときたいところね、これ引けるってすごいと思うよね。その前の人たち、実行委員とか先頭切ってた人がこう一歩引いて次の人に任せられるっていうところで新陳代謝ある。今も企業の集まりとか言っても全然引かんもんね、みんなね、社長会長相談役だとかって絶対引かんと思う。それすごいなと思う。だからこう世代交代もできるんだなって思うよね。